ふみさん、そのね、ふみさんも、ふみさんはワンは言ってくれないけど、なんか尻尾は触らせてくれるようになったかな。前はなんか触んなって感じだったけど、今はなんか別にいいやみたいな、うん、触ってたらこうふんふんふんってこうふんふんふんって感じ。そのままお尻触ると怒られるけど、ね、お前何やってんだっつって。尻尾までは今許してくれるから、徐々にお尻タッチ、そのうち多分お尻タッチぐらい許してくれそうだね。タッチ。え、でもさ、ああいうなんか獣の方ってお尻と尻尾って感覚違うんですかね。やっぱりなんか白雪的にはさ、尻尾もお尻やんって言うんだけどさ、いいやんっつって、セクハラやん。いやセクハラ、いやちゃんと違う、友達のタッチだ、友達のタッチ、タッチ。なんで白雪全然触られていいの。違うんかな、やっぱり尻尾の方が敏感っぽそうだけどね。尻尾でもなんか全然だよ、寝ていいよって言われる尻尾で。ふみさんは狐だよ、犬って言うと怒るからね、言ってみていいよそれ今度。犬ですかって、友様の犬って聞いたんですけど本当ですか。あ、いやでも言わん方がいいな、普通の配信では言わない方がいい。あの私の話題が出た時に言うのはいいけど、基本ね、話題に出てないライバーさん名前出すのはあのご法度なので、ごめんごめん、今のは私が悪い。犬は何、尻尾触ると嫌がるけどお尻は無抵抗。え、じゃあお尻いいじゃん。じゃあお尻いいってこと、今度聞いてみよう本人に、お尻、あ、でもお尻あれか、さ、あの 触ってないよ。今は尻尾までだよ。お尻そろーっていくとパン、お前何しようとしたになるからね。ちゃんと許可をもらってから触りたいですね。お尻もいいって、尻尾いな、お尻もいいって聞いていいよって言ったら触ろうかな。そうね、西三寺獣多いもんね。どうなんでしょうね、人によって違うんかな。まあでもお尻、我々がこうお尻触られてるのと、ああいう方たちが尻尾を触られてる感覚は違うのかな、やっぱり。